皆さんこんにちは。鉄道動画チャンネル MC のドラグノフです。今日は2024年3月15日、私は JR 大阪駅に来ております。今回の動画では、北陸新幹線の延伸開業に伴いまして、敦賀以北が運転終了となるサンダーバード号に乗車します。大阪駅から1日に何本も運転されるサンダーバード号のうち、ほとんどの便は金沢行きなんですけども、この1本だけは和倉温泉行きとなっております。つまり1日1本だけなんで、この列車が大阪から和倉温泉までを直接結ぶサンダーバード号のラストランということになります。私この列車事前に予約しようとしたら、もうすでに指定席満席だったので自由席に乗る予定だったんですけども、大阪駅で乗る直前にもう一度券売機を確認してみたところ、一席だけ空いたので、ラッキーなことにこの席を確保することができました。さらに幸運なことに、先ほど隣の D 席持ってる人が、もう使わないんで譲りますって言ってくれたので D 席に座っています。皆さんへの景色がご覧いただけます。変わりまして、進行方向右側に姿を見せております。日本一の大きさを誇ります琵琶湖です。琵琶湖には大小合わせ460本もの河川が流れ込んでいます。出ていく川は琵琶湖疎水を除きますと瀬田川一つのみとなります。瀬田川は内川、淀川と名を変え大阪湾へと
先は大みくじ、またこの先は日本で唯一淡水に浮かぶ人の住む島、奥島や秩父島の島影とともに鈴鹿山脈の山々もご覧いただけます。しばらくは景色の良い期間も想像してまいります。沿線の景色も合わせてお楽しみください。開業した明治以降、日本から大陸、欧州への連絡船発着港として重要な役割を果たしました。そして明日からは三度、ここ敦賀は関西地区と北陸地区とを結ぶ一大乗り換え駅へと変貌を遂げます。新たに延伸開業する北陸新幹線と敦賀を起点として京都大阪を結ぶサンダーバード号をぜひ引き続きご利用ください。ご乗車ありがとうございました。敦賀です。敦賀を出ますと福井まで止まりません。停車駅にご注意ください。あちらに見えるのは北陸新幹線の美山トンネル。あの上の丘にはラムサール条約に登録された湿地がございますので、慎重にトンネル工事が進められました。現在列車は直流電化から交流電化に切り替えるセクションを通過。それを過ぎると在来線で最長となるトンネル、北陸トンネルに入っていきます。トンネル入り口のすぐ脇には1972年に起きた北陸トンネル火災事故の慰霊碑が立っております。この事故はトンネルの中央部付近で旧型の客車列車が火災事故を起こして、その煙に巻かれて一酸化炭素中毒で30名死亡するという大変痛ましい事故でございました。後の鉄道の防災対策に大きな遺訓を残したこの事故のあった北陸トンネルも、国鉄から JR へと引き継がれ、明日からはハピライン福井の路線となります。昭和37年に国立公園に指定されております。冬場はなかなか頂上まで姿を見せることが少ない白山です。少し霞んではおりますが、その先よくわかる場所を通りますので、その際放送にてご案内させていただきます。新掛橋川という川を渡ってまいります。その際信号によっても正面に白山がちょうどご覧いただけます。皆様へお見舞い申し上げます。サンダーバード号が金沢枕温泉まで運転するのも今日が最後となります。前身となります特急ライチョウ、そして現在のサンダーバード号で関西地区と北陸地区を59年間直接結んでまいりました。七尾線への直通列車は1986年にユートピア枕が運転開始されました。これから金
金沢駅の到着する7番乗り場、米原行きの本の端には、今でも空席や枕の乗車案内が残っております。1991年からは、七尾線電化に合わせまして、定期列車としてスーパーライチョウの乗り入れが始まりました。以来32年にわたり、大阪の枕温泉を直接結んでまいりました。長らくのご利用ありがとうございました。金沢に着きます。お忘れ物ないようご注意ください。金沢を出ますと白衣七尾枕温泉に泊まります。特急能登かがり火が引き続き運行いたします。北陸のお住まいの皆様をはじめ、全国各地より在来線北陸新幹線を乗り継いでご利用も引き続きお待ちしております。七尾鉄道一路心よりご利用お待ちしております。まもなく列車は七尾駅に到着いたします。七尾を出るともうすぐ次の駅が終点和倉温泉ですので、あーもうすぐ終点かと、和倉温泉駅着いたら適当に時間潰して金沢方面に帰ろうかなというふうに、まあのんびり構えてたわけですけど、ここから先の甚大な被害の状況を見て私は言葉を失いました。七尾駅のあちら側のホーム、おそらく立ち入り禁止なんでしょうけれども、ホームの床面が崩れてしまっていて、瓦礫がまだ多数残っているような状況であることが伺えます。後ろに積んであるのは黄色い展示ブロックですね。一旦もう展示ブロックを撤去して一から敷き直すと、そういうことなんでしょう。実はこちら側のホームもこの黄色と黒のしましまになっている部分が斜めに盛り上がってまして、気をつけて歩かないといけない状況でした。線路の沿線の建物の被害も七尾駅に着くまでは、まあ、そこまで目立ってはいなかったんですけれども、ここから先は非常に甚大な被害状況となっておりまして、建物が全壊していたりだとか、屋根にブルーシートが敷かれている建物が非常に目立っております。皆様、本日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点和倉温泉、終点の和倉温泉です。和倉温泉駅も能登半島地震の影響によりホームの一部足元の悪い箇所がございます。列車からホームへ降りられる際、またホーム歩行時は足元に十分お気をつけください。本日は大阪からの特急
ございました。まもなく終点六段温泉に到着をいたします。和倉温泉駅からさらに先は JR 線ではなくて能登鉄道線という路線が続いているんですけども、能登鉄道線は JR 線以上に被害が大きな状況となっておりまして、今は途中駅の能登中島駅までの営業となっております。そこからさらに先、終点の穴水駅までは今年の4月6日に営業を再開する予定となっております。駅前のロータリーでも道路がひび割れていたりとか、ブロックが崩れていたりとか、歩く道が盛り上がっていたり逆に陥没していたりと、非常に歩きづらく行動しづらいような状況でありました。ただ駅前のお土産屋さんは営業しておりまして、たくさんの方が行列を作っておられました。私もささやかではありますけども、被災地支援に少しでも貢献したいという思いでお土産を購入させていただきました。明日の北陸新幹線延伸開業が少しでも被災地の復興に役立てばいいなということを願って、この動画を締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価して他の動画もぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。